ボクシング解体新書、永遠に私の記憶に刻まれる KO シーン、ベストセレクション、パート1。未来のスーパースター候補の衝撃の敗北、露呈された抗えないウィークポイント。アミール・カーン、アテナオリンピックの銀メダリストという輝かしい実績を引っ提げ、鳴り物入りでプロに転向すると、驚異的なハンドスピードを武器に快進撃を続け、イギリスボクシング界の未来を担うアイドル的存在となり、2008年9月6日、全勝のまま、ブレイディス・プレスコットとの全勝対決を迎えました。私を含め、おそらくほとんどの人が、この試合も世界王者への道のりの単なる通過点という捉え方をしていたんだと思います。アミール・カーン、18戦全勝、14KO。ブレイディス・プレスコット、コロンビア、19戦全勝、17KO。マンチェスターアリーナは超満員です。互いにしっかりガードを上げて、高速ジャブを差し合います。この直後、ジャブの相打ちで互いのジャブがヒットします。よくある何気ないシーンですが、カーンのリアクションに注目してください。明らかに効かされて、一瞬下半身から力が抜けています。カーンのボクシングキャリアを狂わせることとなる最大のウィークポイント、打たれもろさが露呈した瞬間でした。右を打つ直前、左膝が不自然にガクガクと揺れていますよね。まだダメージが足に残っています。カーンが左ボディを狙い、プレスコットはこれに反応して、右ガードを上げながら体を左にねじって、カウンターの左フックを打ち出します。ほんのわずかにカーンの鼻先を引っ掛けるようにヒットしています。まだ残っていたダメージに、この追い打ちの一撃でダメージがさらに大きくなって、下半身の自由が効かなくなります。右フックの相打ち、プレスコットの右がカーンの顔面を見事に捉えます。プレスコットの追撃の左フックに全く気づかずに、完全無防備な状態で左を打ち出した瞬間に、プレスコットのパンチが顔面を襲います。別のアングルでご覧ください。一瞬意識が飛んで、下半身が完全に無力化したカーンは、その場に崩れ落ちます。意識はすぐに戻りますが、体は言うことを聞いてくれません。足が動かないので、クリンチやガードを固めるという選択が賢明だったかもしれませんが、カーンは効かされた状態のまま打ち合います。最後は左フックを空振りした直後の打ち終わりに、左フックを顎に被弾し、そのまま真後ろにひっくり返ります。意識はしっかりしていて、懸命に立ち上がろうとしますが、体が言うことを聞いてくれません。何気ないジャブの被弾で効かされてから、ほんの数十秒の出来事でした。イギリスボクシング界の期待の星が、わずか1ラウンドの54秒で、あっけなく KO されてしまうという、まさかまさかの展開に、私は心の底から驚きました。もし、カーンに、並みのボクサーの耐久力が備わっていれば、この試合も勝てたかもしれませんし、彼のボクシングキャリアも全く違ったものになっていたでしょうね。ホルヘ・リナレス。日本のボクシングファンなら知らない人はいないでしょう。17歳で来日し、帝拳ジムでプロキャリアを重ねた天才肌のスピードスター。圧倒的なスピードとテクニックで相手を翻弄し、瞬く間に無敗で世界王者に上り詰めました。その実力もさることながら、端正なルックスと日本の文化を愛し、日本語をうまく使いこなして日本に溶け込んでいる彼の姿に、多くのファンが好感を抱いたのではないでしょうか。2007年7月21日、アメリカ・マンダレーベイで、日本でもおなじみのオスカー・ラリオスとの WBC 世界フェザー級タイトルマッチに臨みます。当時23戦全勝のリラレスは、100戦連覇のベテラン、オスカー・ラリオスの前進に対して、終始、華麗なテクニックとスピードでダメージを与え続け、迎えた第10ラウンド、ついにラリオスをマットに沈め、念願の世界王者となります。初防衛戦を KO 勝利でクリアし、階級をスーパーフェザー級に上げて、
2008年11月28日、WBA 世界スーパーフェザー級王者の決定戦にも TKO で勝利し、2階級制覇王者となって、その後の初防衛戦も TKO 勝利。ここまでのアメリカでの世界戦4試合を全て KO で勝利し、飛ぶ鳥を落とす勢いで迎えたスーパーフェザー級2度目の防衛戦、2009年10月10日、ついに日本で開催されることとなりました。挑戦者はここまで無敗のファン・カルロス・サルガドです。誰もがリナレスの日本での凱旋試合での圧倒的な勝利を信じて疑わなかったのではないでしょうか。もちろん私もその一人でした。お互いがジャブで牽制し合う静かな立ち上がりです。まず手を出していったのはサルガドです。左のスピード、白のトランクスを履いていますのがホルヘ・リナレスです。このサルガドは何をするかわからない、本当に、無敗で来てますからね、小技知らずでガンガン打ってくるところは打ってくる、守るときは守ると徹底するんですね。はい、2人の背格好はほとんど一緒と言っていいでしょう。サルガドが1センチほど上回っています。そして、リーチも2センチサルガドが長いことになります。左リナレス寄せます。長いリーチを伸ばしていきました。ボディへ。この直後、あまりにも唐突なダウンシーンが訪れます。私も何が起きたのか、なぜそうなったのか、後からスローで確認するまでは全く分かりませんでした。もう少しサルガドが、あー、伸びた、どうした、リナレス右をもらった、ダウン。右をもらったと言っていますが、右はもらっていません。サルガドがロングフックを打ち出し、それに反応してリナレスがガードを上げて身構えます。フックに備えて右ガードを少し横にずらしながらガードしていますが、サルガドのパンチはガードのわずか手前を通過してリナレスのこめかみにヒットしています。この角度で見てもよくわからないですよね。これが決定的瞬間です。フックに反応してガードをほんの少し横にずらしすぎた結果、わずかにできたギャップにサルガドのパンチが命中です。ですが決してここをピンポイントで狙ったわけではなかったと思います。パンチも見えていたし、ガードも上げているし、顎もしっかり引いているし、何より頭がほとんど揺れていなかったので、誰もが一瞬なぜリナレスがダウンしたのかわからなかったんだと思います。目の前で起こっている信じられない光景に会場が静まり返る中、サルガドは千載一遇のチャンスに猛然とリナレスに襲いかかります。なんとか立ち上がりますが、ダメージは深いです。なんとかこのラウンド持ち語ればいいですから。サルガドが勝ってきた。どうしたリナレス、リナレス、ガードもおぼつかず反撃もできず、左フック右アッパーを浴びてダウンします。リナレスに大きなミスはなく、許容範囲の被弾でしたが、このたった一発の一撃で王座陥落となってしまいました。一番信じられなかったのはリナレス本人だったかもしれません。アミール・カーンの1ラウンド KO 負けと同じくらいの衝撃を受けた一戦でした。ボクサーの打たれ強さは個人差があります。ボディであれば鍛えれば誰でもある程度は強くなるので改善の余地があるんですが、頭部の打たれ強さは努力ではなかなか改善しづらいと思います。リナレスはこの敗北からボクシングスタイルのマイナーチェンジを続けながら試行錯誤を繰り返してきたのかもしれません。そしてこの十字架を背負ってサルガド戦の後も数々の激闘を乗り越えながら戦い続け、36歳になった今でも戦国時代のライト級の強豪の一角として活躍し続けています。32歳でロマチェンコから右ストレートでプロ唯一のダウンを奪い、35歳でデビン・ヘイニーにダウン寸前のダメージを与え、30代になっても世界に強烈なインパクトを与えるパフォーマンスを発揮しています。パート2、レジェンドたちの壮絶なリマッチ。ロイ・ジョーンズ・ジュニア、1990年代中盤から2000年代中盤まで約10年の長きにわたり、常にパウンド・フォー・パウンドのトップ3圏内に君臨し続け、ミドル級、スーパーミドル級、ライトヘビー級、ヘビー級の4階級制覇の偉業を成し遂げた伝説のボクサーです。仮にゴロフキンやカネロが彼と拳を交えたとしても、おそらく彼にはかなわなかったと思います。彼独特の予備動作なく突如放たれる超高速の見えないパンチと、躍動感あふれるトリッキーな動きで対戦相手をキリキリ舞いさせてしまう
なんとも花のある唯一無二の動きで多くのファンを魅了しました。2004年5月15日当時の戦績48勝1敗、この1敗はダウンした相手に勢い余って追撃を加えてしまったことによる失格負けとなった試合なので、実質は48勝無敗という驚異的な戦績で臨んだライトヘビー級タイトルマッチ、アントニオ・ターバーとの因縁のリマッチです。初戦では何度かターバーのパワーの前にロープを背負ってガードを固め、その隙間から強打を浴びてヒヤリとする場面もありました。すでに35歳となり、前世紀ほどの人間離れした異次元のスピードはなくなりましたが、それでもまだそのスピードは健在で、ライトヘビー級ではちょっと考えられないスピードと百戦錬磨の卓越したテクニックで、このリマッチもターバーのパワーを封じ込むことができるだろうと私は期待していました。王者ロイ・ジョーンズ・ジュニア48勝1敗、挑戦者アントニオ・ターバー21勝2敗。第1戦も勝っていたと思っていたターバーのこの一戦にかける思いは相当なものでした。試合直前、両友が向かい合い、レフリーが何か質問はというお決まりのセリフを発した時でした。初戦の戦いについて急激な減量がきつかったとか、虫歯で眠れなかったなど、コンディションが非常に悪かったとジョーンズがコメントしていたことに不満を募らせていたターバーが前代未聞の言葉を発します。初戦は本当に調子が悪かったのとばかりに、1ラウンド目からターバーにプレッシャーをかけ続け、圧倒的なスピードでターバーを翻弄します。2ラウンドに入ってもジョーンズの攻勢は続きます。今のシーンは非常に危ない場面でした。ターバーのジャブの打ち終わりに右を出そうとして上体が前がかりになったところにターバーの槍のような左が飛んできますが、わずかに顔の横を通り過ぎます。私には通り過ぎてからパンチに気づいたように見えました。もし直撃していたら大きなダメージを負っていたかもしれず、この後の戦慄の一撃を暗示するかのようなゾッとするシーンでした。この後プロデビュー以来15年間圧倒的な強さで実質無敗のまま、もちろん一度もダウンを喫することもなく48連勝してきた男がついにマットに沈む衝撃の瞬間が訪れます。ターバーが出したジャブがジョーンズのグローブに当たって軌道がそれ、バランスを崩して前につんのめったところにジョーンズがカウンターの右を打ち出し、とっさにダッキングで下を向いたターバーの顎の下を滑るようにかすめます。ターバーがダッキングで顔の角度を変えていなければ効いていたかもしれませんね。そのまま突っ込んできたターバーの左を警戒して一瞬身構えた直後、パンチは来ないと判断したのか、迫ってきたターバーのガラ空きの顔面に照準を絞ってロックオンし左フックを狙いますが、わずかに急所を外してしまいます。その直後でした。突っ込んできた頭とは真逆の方向から飛んできた左フックがジョーンズの顎を直撃します。ガードは上げていましたが、おそらくパンチは見えていなかったと思います。まさか無敗のジョーンズがこんな姿になってしまうとは夢にも思っていなかったので、私にとっては非常にショッキングな光景でした。ロイ・ジョーンズ・ジュニア最強の一つの時代が終わりを告げた瞬間でした。私にとってもこの試合は決して忘れることのない、いつ見ても少し感傷的な気持ちになる試合です。辰吉丈一郎、日本人ボクサーで
彼ほど熱狂的なファンの支持を集めた選手はいませんし、きっと今後も現れないだろうと私は思います。 KO で倒すことを自らに課し、ノーガードで打ち合いに臨むボクシングスタイルと、自由奔放でユーモアあふれる彼の言動に日本中のボクシングファンが心を揺さぶられました。1999年8月29日、ウィラポンとのリマッチが大阪ドームで2万5000人の観衆が見守る中開催されました。8ヶ月前の第一戦で6ラウンドに KO 負けした相手に雪辱を果たすべく、背水の陣でリングに上がりました。8ヶ月前、 WBC バンタム級王者としてウィラポンを挑戦者に迎えた第一戦は、立ち上がりこそ互角の展開でしたが、ラウンドが進むごとにウィラポンの力みのない的確なジャブとコンパクトな右を浴び続け、徐々にダメージが蓄積し、ついに6ラウンドに力尽きてしまいます。相手はもうかなり効いているから、とにかく時代やらせてます。中間距離ではウィラポンの的確なジャブが次々と立吉選手の顔を跳ね上げ、より接近すると今度はコンパクトな右が絶妙のタイミングで立吉選手の顔面を打ち抜き、真綿で首を絞めるようにダメージが溜まっていきます。それでも立吉選手はガードを上げることはなく、主勢に回ることもなく、攻める姿勢を貫きます。最後はどれだけパンチを浴びようとも、倒れる直前まで本能だけで前進し、パンチを出し続けながらマットに倒れ込みます。壮絶な KO シーンでした。普段は謙虚で感情を表に出さないウィラポンですが、負けたら引退とラストチャンスにかけてこの試合に臨んだウィラポンは、この時ばかりは喜びを爆発させます。ボクシングを愛し、拳を交えた戦友の勝利を心の底から称える男、立吉丈一郎。ファンの心だけではなく、戦友の心をもわしづかみする存在でした。運命のリマッチ。1999年8月29日、 WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、王者ウィラポンナコンルアンプロモーション、22勝1敗、挑戦者立吉丈一郎、17勝5敗1分け。リベンジを誓う立吉選手の思いとは裏腹に、このリマッチも初戦と同じ展開となり、中盤は気力だけで戦っているようにも見えました。そして迎えた7ラウンド目、その時が訪れます。ビラポンがまるで立吉選手をねぎらうかのように、そっと手を差し伸べグローブタッチします。立吉のボクシングに今周立吉伝説をまた左、ビラポンの明らかに浜田さん、立吉選手の傷を気遣ってウィラポンがちらっとレフリーに目をやります。ひょっとするともう試合を止めてほしかったのかもしれません。立吉選手を心配するウィラポン、異変に気づいて駆け寄って崩れ落ちそうになる立吉選手を後ろから支えます。喜ぶセコンドとは対照的に、まだ立吉選手を心配しています。ウィラポンが歩み寄ってきたのに気づき、立ち上がってセコンドに何度も俺負けたんと確認します。ようやく自分が負けたことを知ると、ウィラポンに歩み寄り、チャンピオンの手を掲げ祝福します。勝者を称える敗者と、敗者の気持ちに配慮してニコリともしない勝者、何度見ても胸が熱くなるシーンです。リングを去ろうにも、熱狂したファンたちがリングサイドに押し寄せ、リングを降りることができません。こんな選手見たことがありません。仕方なくリングに残ると、ウィラポンを抱き上げ勝者を称えます。何かこう見ていますと、ファイティング原さん、勝吉の表情からはやるべきことは全てやった。ウィラポンがお返しすると、それを制して俺じゃなくてあんたがチャンピオンなんよと照れる立吉選手でした。記録よりも記憶に残るレジェンド、立吉丈一郎、今もボクサーとして走り続けています。マニーパッキャオ、フライ級からスーパーウェルター級まで8階級制覇という人間技とは思えない偉業を成し遂げた生ける伝説。そんなパッキャオの前に常に立ちはだかった宿命のライバルがファン・マヌエル・マルケスです。なんと2人は計4度も対戦しています。1戦目は
世界フェザー級タイトルマッチ。結果は三者三様のドロー。2戦目は世界スーパーフェザー級タイトルマッチ。結果は2対1のスプリットディシジョンでパッキャオの勝利。3戦目は世界ウェルター級タイトルマッチ。結果は2対0のマジョリティディシジョンでパッキャオの勝利。ドロー、スプリットディシジョン、マジョリティディシジョンという結果が物語るように、二人の戦いは常にフルラウンドにもつれ込む大接戦となり、互いのアグレッシブな攻防が火花を散らすエキサイティングな試合は、多くのボクシングファンを魅了しました。そんな二人の4試合のトータル42ラウンドの中でも、私が最も衝撃を受けたのが、二人の激闘の歴史の幕開けとなった最初のラウンド、つまり1試合目の1ラウンド目と、激闘に終止符が打たれた最後のラウンド、4試合目の6ラウンド目というのも感慨深いものがあります。二人の激闘の歴史の幕開け。2004年5月8日、WBA、IBF、世界フェザー級タイトルマッチ。衝撃の第1戦目、第1ラウンド。仕掛けるパッキャオ、カウンターのマルケスという緊迫の攻防が続く中、パッキャオの代名詞、強烈なワンツーが火を吹きます。ジャブのフェイントでマルケスの反応を伺いながら、ワンステップ分距離を詰めてから、高速ワンツーをぶちかまします。ストレートの射程距離の長さが異次元です。マルケスもここまで伸びてくるとは予測できなかったはずです。この距離を生んでいるのは左足の踏み出しです。この時点までは左足は地面に接地していますが、この時点まだストレートがマルケスに届いていない段階で、左足は地面を蹴って宙に浮いています。ここで左足が接地したままフォロースルーを迎えてしまうと、必然的にストレートの伸びしろは小さくなって威力が半減してしまいます。ストレートが命中です。左足は宙に浮き、腰から上の重心がしっかり右足に移って、右足一本で立っています。ここからさらに重心は前にシフトし、フォロースルーを伸ばし、左足は右足よりも前に着地します。これがパッキャオの異次元に伸びるワンツーのメカニズムです。着弾しました。ここからフォロースルーです。ここまでフォロースルーが伸びています。2度目のダウン。これも同じメカニズムです。なんと3度目のダウン。これもインパクト直前から左の直撃。フォロースルーまで左足1本です。おまけに左足一本のままジャブを返してから着地しています。このラウンドで試合を決めようと、パッキャオが猛然と襲いかかりますが、ここからがマルケスの真骨頂です。懸命に得意のカウンターで反撃し、残り25秒を生き延びます。パッキャオが実力者のマルケスをワンツーで3度もダウンさせるというセンセーショナルな第一ラウンドでした。この時点で誰がこの試合がドローになると予測できたでしょうか。パッキャオがすごかったのは言うまでもなく、マルケスの粘りと対応力が際立った試合でした。次が今回の動画の最後のラウンドです。二人の激闘の歴史が一瞬で幕を閉じたシーン。私の記憶に永遠に刻み込まれる衝撃の幕切れでした。2012年12月8日、ラスベガス MGM グランド、マニーパッキャオ対ファンマヌエル・マルケス、第4戦目、第6ラウンド。3ラウンド目にマルケスがダウンを奪い、5ラウンド目にパッキャオがダウンを奪い返し、パッキャオが勢いづいてきた6ラウンド目でした。マルケスの得意技、右オーバーハンドがパッキャオの側頭部を捉えます。パッキャオもオーバーハンドを予測して左ガードを上げたのですが、一瞬パンチの出所を見失った瞬間に被弾し、豪快にダウンします。カウンターではなく、パッキャオの左とマルケスのジャブの偶発的な相打ちだと私は思います。相打ちを予測して、頭をずらしながら出したパッキャオの左が、ジャブを打ち出して少し突っ込んできたマルケスの顔面を直撃します。二人の激闘の歴史を象徴する素晴らしいラウンドでした。互いが仕掛け合い、互いがカウンターを取り合います。瞬間瞬間に
目まぐるしく攻防が入れ替わり、見る人の目を釘付けにさせるボクシングの醍醐味を凝縮したラウンドをご覧ください。パッキャオの攻勢にマルケスが劣勢に立たされ、ラスト10秒の合図が鳴り、最後の仕上げとばかりにパッキャオが強引に仕掛けた瞬間でした。パッキャオがジャブのフェイントを入れて、それにわずかに反応してパッキャオの追撃を避けるために頭を左にずらしながら打ち出したマルケスの右カウンターと、パッキャオの本命のワンツーのワンが相打ちになります。結果的にパッキャオはツーを打っていないので、厳密にはワンツーとは断言できませんが、ここまで見ていただいている視聴者の皆さんなら私と同じように感じてもらえているのかなと思います。頭をずらしたマルケスへのジャブは、マルケスの顔を擦るように通過し、勢い余って突っ込みすぎたパッキャオの顔面とマルケスの右がまともに衝突します。この頭の揺れが衝撃の大きさを物語っています。パッキャオは自分のワンツーに 100% 意識が向いて、マルケスの右には全く気づいてなかったんだと思います。5ラウンドにパッキャオが奪ったダウンをマルケスが逆にやり返した形になりました。パッキャオは距離をミスって突っ込みすぎたのが大きなあだになりました。失神して倒れたままピクリとも動かないパッキャオ、まさか最後にこんな結末が待っているとは夢にも思いませんでした。パッキャオ・マルケスの激闘は、振り返れば始まりも終わりもパッキャオのジャブのフェイントからのワンツーだったんですね。始まりではマルケスがパッキャオの見事なワンツーの餌食になってダウンし、最後はパッキャオのミスを聞いてマルケスが見事にダウンを奪い返し、二人の激闘は幕を下ろしました。今回の動画はここまでです。少しは楽しんでいただけたでしょうか。これからもボクシング解体新書独自の視点でボクシングの醍醐味をお伝えしていきますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ボクシング解体新書でボクシングを100倍楽しみましょう。